ここ日本競輪学校で105回生106回生の第1回トーナメント競争が行われています。では早速バンクに行ってみましょう。バンクの横では生徒たちが競争に向けて自転車のセッティングをしていました。みんな真剣な眼差しです。今はデスクから普通のこのスポーク車輪に書いてるところです。あ、それは何でですか？風が強いから、はい、この後どんな風に走りたいですか？これは先行して最後まで逃げ切る足はないんですけど、使います今。今平気？先行しに行こうとは思ってます。かっこいい。調子はどうですか？私はまあ、あんまりですけど、まあ、精一杯の走りしたいです。今日はどんな感じで走ります？今日は、まあ、着に入っていけるように走っていきたいです。午前中は決勝戦出場をかけたレースが行われました。女子予選競争1では5番車の高木生徒がまくりを決めて快勝。2着には高木生徒に追走した篠塚生徒が入り、共に決勝戦へ。女子予選競争2ではジャンから2番長澤生徒が果敢に先行勝負、それを6番小林生徒がまくって1着。女子予選競争3では1番の石井生徒がジャンから先行。見事逃げ切りました。男子準決勝1では逃げる1番高橋生徒、ゴール直前で6番相澤生徒が刺して1着。男子準決勝2では混戦の中、大外から仕掛けた3番吉川生徒が1着。男子準決勝3では3番伊早坂生徒がジャンから先行、後ろの生徒を寄せつけずそのまま逃げ切り。決勝戦をかけた熱いレースが繰り広げられました。午前のレースを終えた生徒に話を聞きました。こんにちは。今日の第1回目のトーナメントいかがでしたか？まあ、思う通りの走りはできなかったんですけど、最後1レース残っているので頑張りたいと思います。初めてのトーナメントですよね？そうです。どうですか？普段も訓練では競争訓練やっているので、あまり変わった感じはしなかったです。こう緊張したりとか大丈夫ですか？大丈夫でした。でこうじゃあ最後1レースは思いっきり思いっきりいけたらいいなと思っています。ちょっと今日のランチはいかがでしたか？いつもみたいな、いつもより美味しかったです。頑張った後だもんね。頑張った後だから美味しかったでしょ。今日トーナメント振り返って、じゃあこちらからどうでしたか？振り返って、はい、いやもう風にもう負けましたね。風に負けましたか？はい、もうでも次も頑張ります。はい、でも初めてのトーナメント。はい、そうですね。まあ、みんなについていけるように頑張ります。頑張ります。はい、はい、どうですか今日は？そうですね、今日はまた追い込みみたいな形の勝ち方になってしまったんですけど、午後からは決勝があるので、決勝では思いっきり先行で、着と内容もいい結果にしていきたいと思います。かっこいい。私は今日どうですか？いや、自分らしいレースだったので満足です。でも、まあ、最後まで頑張りたいです。ちょっと惜しかったね、中継所。まあ、はい、いや、私はまだまだ大したことないんで、これからちょっとずつ頑張っていきます。午後はウォーミングアップや周回練習の後、トーナメント競争の続きが行われました。
決勝に乗れなかった生徒も選抜戦で1着を目指します。レース後、1着を取った生徒に感想を聞いてきました。どうでしたか、今回初めてのトーナメントで。そうですね、ちょっと最近調子が悪くて、まあ、ちょっと自転車も思うように進まなかったんですけど、はい、まあ、こうやって最後に1着取れたんで、はい、まあ、コツコツやってれば結果はついてくるかなというのは思いました、はい、ちょっと苦しい場面はあったんですけど、まあ、今日ちょっと1着取れてますよ。よかったです、はい、どんな選手に今後なっていくか。やっぱ師匠の佐藤智也さんのような、はい、ちょっとインパクトのあるレースをできるような選手になりたいです。昨日7着5着っていう結果で全然良くなかったんですけど、はい、今日は吹っ切れて走ることができました。1着1着で、はい、そうですね、はい、思い切っていこうと思ってたんで思い切ったレースができて良かったです。思い切り先行逃げ切りでしたよね。しかもぶっちぎりですよ。たまたまです、はい、高橋さん、もともと自転車されてた。トライアスロンやってたので、はい、でもまだ課題がたくさん残る走りで、まだ自分でレースが作れてないので、もっとガンガン先行していけるように頑張りたいと思います。先行したいです。はい、したいです。そう、先行にこだわる理由みたいな。やっぱ前で走るとすごい気持ちいいので、もうそこから一人逃げていきたいです。後編では決勝レースの様子と優勝者インタビューをお届けします。お見逃しなく。